市原さんが緊急時安心キットを持ってないって言ってたから届けてあげなくっちゃ。すみません、民生委員の土屋です。こんにちは。私の担当の方に緊急時安心キットをお渡ししたいんですが。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はてどなたかの。こんにちは、民生の土屋です。中入りますね。今日は緊急時安心キットを持ってきましたよ。あ、どうぞ。お邪魔します。今日は風が強くて寒かったですね。そうだね。この中の用紙に市原さんがいつも通っている病院や緊急時の連絡先を書いて、またここに入れておいてくださいね。書けますか？今度息子が来た時に書いてもらうわ。じゃあ息子さんに書いてもらったら必ず冷蔵庫に入れておいてくださいね。じゃあ今日は寒いから暖かくして風邪ひかないようにね。これを冷蔵庫にね。親父、くわい持ってきたぞ。いつもありがとう。くわいは大好物じゃ。ところでこの筒みたいのもらったんじゃが。あれ、緊急時安心キットじゃん。これがあれば安心だわ。親父の情報を書いて入れておくと、もしも親父が救急車で運ばれるようなことがあったら、救急隊が中にある情報を確認して病院まで搬送してくれるらしいよ。そんなもんかの。緊急時の連絡先は俺のスマホでいいよな。よし、かけた。この紙を丸めて筒の中に入れてと。冷蔵庫に入れておくからね。このシールを冷蔵庫に貼ってと。これが救急隊さんが来た時の目印になるんだってさ。じゃあこのシールを内側にも貼って、これでよしと。よし、じゃあ帰るね。ありがとう。はい。今日はくわいの煮物にするかな。今日は紅大根いただいちゃったから、市原さんにお裾分けしようかしら。こんにちは、市原さん。紅大根持ってきたわよ。あれ、市原さんどうしたの？入るわよ。市原さんどうしたの？救急車呼ばなくっちゃ。119。埼玉消防119番です。火事ですか？救急車ですか？隣のご主人が変なんです。救急車お願いします。失礼します。救急隊です。緊急時安心キットあります。了解。失礼します。入ります。
こっちです。はい、入ってます。失礼します。どうされましたか？わからないです。遊びに来たらおかしくなったんです。現在治療中の病気やいつも飲んでるお薬はありますか？私家族じゃないです。市原さんとはご近所付き合いはあるけど全然わからないです。わかりました。市原さんわかりますか？お話しするのが難しそうなので冷蔵庫にある緊急時安心キットを使わさせていただきます。ドクターには緊急時安心キットを確認してください。わかりました。冷蔵庫を開けますね。隊長、心房細動で埼玉総合病院にかかっています。息子さんが市内に在住で緊急時の連絡先になっています。了解。埼玉総合病院に収容依頼しましょう。搬送先が決まったら息子さんにも連絡してください。了解しました。移動しますね。こちら上がります。1、2、3、動きます。カーボロネロ持ってきたぞ。おお、ありがとう。今夜のスープに入れるかの。しかし後遺症なく無事退院できてよかったよ。まあな、おかげさまでこの通り元気いっぱいじゃ。今お茶入れるからな。痛い。救急車お願いします。失礼します。救急隊です。緊急時安心キットありです。了解、はい、失礼します。こっちです。こっちです。どうされましたか？親父がそこの段差につまずいて転んだ時に右足を痛がって動かすことができないんです。以前脳梗塞で救急車で運ばれたこともありました。わかりました。これからちょっとお体の様子を見させていただきます。足の下にも入れますね。はい、1、2、3。緊急時安心キットは使わないんですか？緊急時安心キットをお持ちなんですね。今回はご本人さんもしっかりお話ができますし、息子さんからしっかりお話を聞くことができましたので使わなくて大丈夫です。緊急時安心キットはご本人さんの意識が悪かったりして状況が把握できない場合に使用することが多いのです。へえ、そうなんですね。今日も地域の見守り活動に行こうかしら。最近何か困ったことはありますか？緊急時安心キットはお持ちですか？緊急時安心キットお持ちなんですね。それでは中に書いてある情報を一番新しいものに書いといてくださいね。親父が飲んでる薬の種類が変わったから緊急時安心キットの情報も更新しておくね。親父、いつまでも長生きしてくれよな。友和。